はい、こんにちは、ゆりです。こんにちは。はい、ということで、はい、あの天下一武道会が上がりましたが、はい、その前日にあの YouTube をお休みしたやつ、はい、で、あの SNS、はい、ブログ、はい、全部動かさなかった。そうですね、会長の作戦だけどな。いやいや、おうわ、撃ったこいつの戦略、撃った、違う違う違う、みんなで話しちゃったマジでみんなで話しちゃったみんなで話しちゃったけど、一番最初に言ってきたのは、いやもうちょい優しかった、もうちょいこう優しさはあった正直、はい、まあそうだね、これが俺、ゆりちゃんのやつ、すぐ2対1で、いや、ちょっと俺と一緒に話してくれ、決めたとき、おい、お前、ゆり守ってるのか、こいつが主犯でいいだろう、それなこいつが全部決めてる、決定権はこいつが、俺らには決定権がない全部決めてんだ、こいつが、これがゆりちゃんだ、この2-1またこっちでできたからね全然いいんだけど、その結構ざわざわしたじゃないですか、まあ結構ざわついてたね、ざわついてたね、でも思った通りだったそう、なんかごめんね、本当にごめん、はい、いやいや、それだけは言っとく、まさかこんなにあの皆さんが心配してくれるとはね、そうだね、まあね、でもね、よくよく考えたんだけど、うん、まああの、みんなね事故にあったんじゃないかなとか、うん、まあそれぞれいろんなこと書いてましたよ、めっちゃ嫌だ、いや、1位なのか、原因、え、原因1位なのか、俺は、うん、最近ロレツがやばくて脳梗塞で倒れたからそれ結構上がってたらしい俺は、バイクでなんか事故ったんじゃないかって、都内の事故調べたって書かれてた、既得まで書かれてた全員元気です。で、ゆりくんだけそのライブがあったから、うん、何もねえんだって、そうそこに行けばね、見てる人は分かるし、正直ザワザワしてんの、うん、あの周りのスタッフに言われただけで、うん、俺もうエゴサとか一切しないから、うん、今だから全然知らなかったんだけどまあ申し訳ないなと思ったけど、うん、はい、まあ、エゴサしてんか分かんないの、うん、でもよくよく考えたんだけど、うん、まあ俺がもしも休んでたら、うん、また何かあったのかとは思われてんのかなって、うん、まあそれはめちゃくちゃありましたね、それも見たな、うん、俺取られたって思われたって週刊誌かみたいなやつもあった、まあありましたねはい、はい、ただ言っとくけど、うん、週刊誌に乗って、うん、何が悪いのって感じ強気姿勢ね、ネタができるしね、ゆりチャンネル、ぶっちゃけ何してた、みんながザワザワしてないと何してた、ツイッターの時ツイッターの時、あ、一個いい、うん、なんか、うん、ライブの時にいつもライブサッカーのゲームしてんだけど、あのこいつ、うん、インスタのストーリーで、うん、友達だけのストーリーでゲームボコボコにされたみたいな、なんかみんな大丈夫、ジュン君の時あの友人だけのストーリーであのサッカー負けたやつ開けてて俺最初それ見てなかったからえ、こいつ開けてるやん、うん、って親しい友達ね、親しい、じゃあ、あれは陽一くんが前日に俺のことメンションしてボコボコにしたみたいな、あでもう返信みたいな感じにしたかったんだけど、うん、俺らの中では休止期間だったから、うん、親しい友達の中であげようみたいなそれはやっぱ言いたかったね、勝ったことは負けたんだけどね、あ、負けたそうだろ、うん、負けたことは、あの時ざわってしたもん、うん、こいつやっちゃってんじゃん、うん、間違ってるって、でその陽一くんに無視するのも悪いからと思って親しい友達っていやでもね、あの俺も、うん、何回もつぶやきそうだったの、うん、普通に、うん、ライブだったじゃん、うん、せいぜい最高とか言って乗せそうだったの、うん、今休まなきゃいけないんだったとか言って俺ら別だったんだよね、うん、その時、うん、いやでもね、あの、うん、今回のこの件に関しては、はい、スタッフさんも協力的でですね、はい、今日はゆりスタッフもできるだけやんないようにするね、うん、とかブログも、うん、今日はいいよ、うん、みたいな感じだったの、そうだ、ね、でこう展開値上がったじゃないですか、はい、ちょっと前に、はい、いや本当に皆さん見てくれてありがとうございます、ありがとうございます、そうだよね、展開値やって多分万々歳になってるから、うん、だから俺らは多分結構久々な感じですね、マジ久々だよ、うん、確かに10日ぶりとかじゃない、なんかさ、うん、俺思うんだけど、うん、いやこんなこと言ったらまた炎上するかもしれないし、はい、ファンの人もはお前ふざけんなよユーリってなるかもしれない、はい、じゃあ心配されると、うん、なんか俺って天の邪鬼なのかな、うん、なんかもう出て行きたくなくなる、うん、そう、あの、あんたは天の邪鬼もう結構みんな集中の術かもしれないけど右行ったら左行っていくタイプだから、そうだからなんかこう、なんかこうこうこうしてほしいみたいなさ、うん、ちょっとなんかその母目線の人とかいるでしょ、うん、そういう方いるでしょ、うん、もうね俺昔からお母さんに言うことも聞かなかったけど、うん、本当それと一緒で、うん、もうね今ね反抗期、何も言うことも聞く気ない、悪い子です、うん、悪い子、いや本当になんか次やもうこういうのをやめてくださいって言われて、うん、俺もうすぐやろうかと思ったなんか心配させて申し訳ないのは分かってるし、うん、反省しなきゃいけないのは分かってるけども、うん、って言われれば言われるほど逆行きたくなるゆうりチャンネル、まあ、天の邪鬼の気持ちは分かるよ、うん、分かるでしょ、うん、怒られてた気分だった、結構見てたんだけど俺、うん、え、怒られたらどうする、実際シュンとなるタイプ、
俺一旦逆切れタイプだからさ。わかるわかる。その、わかる。俺もそうなんだよ。俺も普通に 全員 DM で編集しようかと思って。マジで。なんか許さないって言ってて、なんでそんなこと言うのって。普通にその、それを許してよって。みんなで盛り上げようよって、その一環なんだからっていう気持ちだった。あ、ちょ、一個イラついたのいい。うん、いや、一個イラついたの。一個で終わる、一個で終わるってやれ、やれ。一個は、J が、チームの大事なデータの入ってるハードディスクをなくした説が出てて、でもそれはしっかりしてる源太くんじゃなくて J ねって書かれてて、あ、危なっ。それはそういうのもあるよね。あるよね、うん、個人的に来んの何なのマジで。めっちゃ分かる。あの、俺もなんか夢の中で源太くん死んでました。それ夢の中ってつければいいわけじゃないよ。そんなこと言っちゃダメよ。そうだね。源太俺の夢でもよく死んでんだよ。で、俺は、うん、あの普通に何殺してるとかじゃない、うん、死んじゃってんの。怖い怖い怖い。ゲンタ死ぬのよ。怖い怖い怖い。なんでお前夢で死ぬの。だりんだけど。お前いい睡眠取れてない。悲しいよ俺は。いい睡眠取れてない。俺悲しい。それは怖いね。いつも死ぬのよ。落ち着いて寝ろ。いやだからさ、いや悲しいよ俺マジで。だからあんま悲しいもんささやけど死ぬな。反応に困るって難しいな。生きるよマジで頼むから。俺はずっと生きてるよ。結構ピンピンに来てるよ。ピンピンじゃなくていいよ別に。ちょっと静かにしてほしいから。ゆりチャンネル。いやでもね、あのちょっと、あの最近がね、はい、多分この展開値上がって、うん、バンバンズ上がってさ、うん、こう今回すごくこう、うん、濃い何日間だったみたいな、はい、そうですね、あのこれからまた3人増えますけど、はい、いや本当にみんなに聞いてほしい、うん、この何日間が、ね、とんでもないことが何度も起きたから、はい、そちらの動画もどん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 上がっていきますので、もう結構おもろいと思う。おもろいの結構あると思う、うん、マジ2人はクソ腹立ってる。皆さんそれは楽しみ、差した気分じゃない、うん、楽しみにしていただけたらすごく嬉しいなと思います。こっからスピード上げていこうよ。いやそうだね、上げちゃうよ、上げちゃうよ、うん、で、なんか何注意してきた方、うん、全部逆行くんで、うん、俺らのやり方でやるからね。そう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 、俺らのやり方でーよ。ベレベレベレゆりチャンネル。いや、ごめんな、ここでまた怒っちゃうかもしれないじゃん。怒っちゃうかもしれない。本当にこのやり方は間違ってるとか言われたけど、うん、それはあなたの判断で決めることじゃないと思ってる、うん、え、ひろゆきさん出た。あと、俺もう一個言っていい、うん、これははっきり言葉で言ってくる、うん、俺ら数字に取りつかれてない。そうだね。数字に取りつかれてたらこんな動画撮らない。本当だよね。そこだけは本当はっきり言ってくる。俺ら数字に取りつかれてたら、うん、もっとやりようはあるし、もっといける。ただぶっちゃけ、うん、あの1日の動画の休み、うん、なんかこう休みだったね。休まなかった。すごく心が休まなかった。休みだってなんなかった。そんなことなかったけど。そうマジ1日ストックなくて大丈夫な。いや別にみんなあのね、ああその先のことこっちはね、編集結構ね、先の先のやるからね。全然別に変わんないから。俺さ、うん、ライブがあるじゃん。あなんかさ、ライブがあるまでに、うん、ここ撮んなきゃいけないがあるじゃん。あ そ, ね、その分さ、あ一本減ったっていう、うん、そのホット感。なるほどね。えげつなかったね。今日もう一本取らずにライブしていいんだ。次はもう普通に明日頑張ろう。普通に気休めだと俺ら本数かけないんだから。気休めや。でもやっぱあの、うん、全然違うよね。そうだね、気持ちが。そうそう、だってさ、うん、5時のあの動画すいませんでした、うん、あんなのすぐ撮れるんだから、うん、そう？マジで申し訳ございませんじゃなくてさ、うん、ごめんねっていう、うん、ごめんねじゃん、うん、を君たちが、うん、ああやって真面目に撮らせて動画を再生数取ろうとしたってことでしょ。また俺らのせいにした。最終的にこれは、うん、このチャンネルのメンバー3人で決めたことです。はい。で、もう一個ですか。彼は結構ちゃんとスーツ着ました。その着せられてないよ。なんか、じゃあどれにする。スーツをしっかり選んだのは彼です。ただ一個、一個言いたいのが、うん、どっちがかっこいいかな。ジャケットどっちがイケてると思う。聞いたのは。ちゃんと意識は高めね。高めですね。ちょっとふざけすぎましたけど、うん、はい、まあ、本当に、まあ、反省してるからさ、はい、これからも頑張ってあの YouTube 上げていきますので、はい、楽しみにしていてください。チャンネル登録とグッドお忘れ。皆さんまた明日、毎日投稿頑張りまーす。俺は俺ら数字じゃなくて毎日投稿に。そう、そっちがそっちだ。それはマジ頑張る、頑張らせろ。無理、無理しないでとか言ってくるけど、無理していいんだよこっち。無理してから、無理したくて、無理した限界見たいっしょ。そうだよ、バカやろ。チャンネル登録お願いします。